それでは開会にあたり、主催者を代表いたしまして、川原隆二法務事務次官よりご挨拶申し上げます。川原事務次官、お願いいたします。この度国際地裁司法シンポジウム2023を開催する運びとなりましたことを大変喜ばしく思います。3日間にわたる本シンポジウムでは、アジアにおける知的財産紛争解決をテーマとして、各国から知財分野において豊かな知識と経験を有する実務家をお招きし、我が国の実務家とともに知財紛争解決に関する幅広い議論が行われるものと承知しております。法務省が担当する本日のプログラムでは、 ASEAN 各国から模倣品対策の第一線で活躍されている実務家をパネリストとしてお迎えし、 EC サイト等のプラットフォーマーによる模倣品対策および模倣品対策のための官民連携、国際連携についてパネルディスカッションを行います。パネルディスカッションは各国の制度運用についての相互理解を含め、 ASEAN 地域を含むアジア地域に進出する我が国企業への情報提供が可能となる、またとない機会ですので、積極的な意見交換により、実りあるものとなることを願っています。また、本年は、日 ASEAN 友好協力関係50周年の歴史的な節目の年であり、7月には、初めてとなる日 ASEAN 特別法務大臣会合が開催されました。この会合の成果として採択された共同声明では、日本と ASEAN 各国が、知財をめぐる紛争解決などの法務司法分野の課題について共同して取り組むことを目指すものとされております。本日実りある議論がされ、 ASEAN 地域を含むアジア地域全体の知財紛争解決能力の向上に結びつくことを記念しております。最後に、本シンポジウムの開催にあたりご尽力いただきました関係者の皆様に心より感謝申し上げ、私の挨拶をさせていただきます。法務事務次官、川原隆二。ありがとうございました。川原法務事務次官によるご挨拶でございました。